Hey there! Welcome back to English Bootcamp Channel. I'm Yumi. 皆さんこんにちは。English Bootcamp の Yumi です。Happy Halloween! ということで、ハロウィーンということでですね、ちょっと雰囲気ハロウィーンっぽくしてみました。ちょっとなんかね、仮装してみようかと思ったんですけど、あんまりいい案が浮かばずにですね、ちょっとだけシール貼ってごまかしております。ハロウィーンということで、ちょっとね、ハロウィーンに、ちなんだ話題を取り上げようと思ってます。で、まあ、ハロウィーンにつきものといえばね、これですよね。これ。こっちか。こうですね。これ皆さんご存知ですよね。実際これプラスチックですけどね、これ、カルディで買ったんですけどね、この中に飴とかが入ってたんですが、これ実際は本当のカボチャを掘って、ここ穴開けて、中にこうろうそくとかを入れて、この提灯代わりにするっていうね。これの名前ですね。ジャック・オブ・ランタンっていうふうに言いますね。ジャック・オブ・ランタン。直訳すれば、提灯のジャックです。ね、これ名前がジャックなんです。で、提灯、ランタンですね。っていうことなんですが、ジャック・ランタンの真ん中に O っていうのがつくんですよね。で、O って何ってここに戻しましょう。いい。こんな感じで、O って何っていうね。提灯ジャックって、じゃあ真ん中の O は何っていうことで、この O っていうのは前置詞の of です。で、前置詞の of っていうのは、会話ではこのね、v っていう v の音ね。これがね、落ちることが多いです。of, of, v, v, v ってね。やらずに、あってなることが多いんですね。例えば、たくさんっていう lot of とかっていうのも、lot of じゃなくて、lot っていうふうに、なったり、外に向かってとか出ていくっていう out of ですよね。out of っていうのも、out っていうふうになったりして、この of の、この最後の v っていうこの音がね、落ちるんですね。なので、jack lantern も jack of lantern です。なので、提灯の jack っていう of が、リダクションされて、になって jack lantern になってます。で、このパターンは結構他にもあって、例えば、マクドナルドの特に日本では人気メニューだと思うんですけど、フィレオフィッシュですね。フィレオフィッシュです。あれはフィレオフィッシュで、魚のフィレってことです。オブなんですよ、でもね。他にも、例えば、5 o'clock とかっていうとき、時間ね、o'clock。あれもおって書いて、チョンっていう。あって、clock ですよね。あれも of the clock のことです。で、of the clock が省略されて o'clock、o'clock、five o'clock とか seven o'clock っていうふうになってます。で、この真ん中の o っていうのはだいたいこの省略の of の省略っていうパターンがほとんどかな。うん。他の前置詞の省略って可能性もありますけど、大体 of の省略が多いと思います。で、この o'clock ですけど、ちょっと余談になるんですけど、こうロックバンドで one ok rock って言いますよね。で、one ok rock って、私は全然最初知らなかったんですけど、森進一と森まさこさんのね、息子さんがボーカルなんですよね。で、すごい英語上手い方ですよね、あの方ね。で、海外のなんかそのイベント、音楽イベントとかで、こう出演してる時のインタビューとかね、結構 YouTube に上がってるんですよ。英語上手いなと思って見てて、そしたら、Hi, well, one ok rock とかって言って自己紹介してるんですよね。で、他にその、なんかそういう番組の、MC の方とかも、
彼らを紹介するときに One OK Rock って言ってるんですよ。なので One OK Rock だと思ってたんですけど、あれは実は、午前1時っていう One O'clock の O'clock と、Rock をかけてるらしいですね。だから日本語名は One O'clock というふうに言うそうです。で、そう、後で知ったんですけどね。あ、なるほどな、みたいな。OK Rock ですけど、O'clock、O'clock っていうね。L と R 違うんですけどね。うん、っていうふうに、まあ、かけてるっていうことで、へーって思いました。まあ、これ余談ですけどね。で、この of っていうのは、of っていうふうに省略されるので、Jack Lantern も Jack of Lantern の略だっていうのはね、ちょっと覚えておいてください。ね、会話で of っていうのはすごく省略されることが多いです。of, of, of, of ですね。lot of が lot, 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 lot。っていうふうになります。kind of も kind of, kind of, kind of っていうふうに、なることが多いので、それちょっとね、頭に残しておくといいかなと思います。以上、今日は短いですけれども、ジャコランタンの話をしました。まあ、ハロウィンネタね、あんまりなんかいいのが思いつかなかったので、今日はジャコランタンだけです、何かまた質問等ありましたら、こちらの下のコメント欄に書いておいてください。なかなかね、質問、コメント返しがもうちょっとね、できなくなってきていて非常に申し訳ないんですけれども、一応コメント全部読んでます。で、質問も見てますので、またこうやってビデオで取り上げていきたいと思いますね。では、ではまた次回楽しみにしていててください。See ya! Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe to my channel. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。English Bootcamp では英語発音教材を販売しています。テキスト、音声、動画がフルセットになったユミの出すカタカナ英語マニュアルは、香取慎吾さんの CM でおなじみのショッピングアプリ、ベースにて販売しています。また、ミニ動画教材は DL マーケットにて好評発売中です。それぞれの販売ページへのリンクは動画の説明欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。